すごい今テン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 ってなったなんかあの決壊する可能性がありますだって。気をつけてねみんな、気をつけて本当に。リーティーさんこんばんざい。ネガティブ、そうなんです、ネガティブなんです。台風多分ね大丈夫です。私はなんかね台風に関してはすごいポジティブ、今すごいなあ、どうにかなるよって思ってます。アクセとかの写真見に行こう。あーそうしましょうか、そうしようかな服とかねアクセサリーとかね見てると楽しくなりますからね。それこそね秋冬冬服をねつい最近買ったんですよね。だから届くのか楽しみなので、いや本当はね今日届く予定だったんですけどね、やっぱ台風のこともあってかね宅急便のお兄さん来なかったので、こっちは現場が全滅したから停泊してるヨットの様子。わお、わおわお、ヨットってだってあれですよね、あの海の近くってことです、海とかその方の近くってことですよね。気をつけて行ってきてくださいね。わお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 、あ倒れた、倒れちゃった。私今ちょっと本校を流してるんですよ本校流してるんですよね、大丈夫かな。みんなが本校を見るって言うから私も見とこうと思って宅配はないっぱい。そうですよね、明日明後日からかな、アクセ作ってるからいいデザインないか探して。あそうなんですね。えかけるちさんでしたっけ、あのなんかあのあれやってるって言ってたの、あのあれレジン、レジンか、レジンやってるって言ってたのかけるちさんでしたっけ、合ってたかな。もし流されて置いてたらたまに思い出してね、いや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 浮かないでマジで浮かないでくださいね。何怖いの好きなの。いや全然ね私興味ないんですよね、興味ないけどみんなが見てるから見ようかなって感じですそうあのなんかねあのかっこつけて生きって全然大丈夫とかいうタイプなんですけど、好きってわけではないです。でも私にはねあのダフオがいるんで私にはダフオがいるんで怖くても大丈夫です。あのうちにいるね、あのうちにいるとか言っちゃうあのダフィーの大きいぬいぐるみあるじゃないですか、あの夢の国で売ってるあれがうちにいるんですよ。だからその一番大きいやつがいるんで怖い時とかはねあのねダフオと一緒なんで大丈夫です。でもねお化け屋敷とか入る前はねめちゃくちゃ息っていやもう超余裕超余裕みたいな行動を入れてる言ってるんですけど、実際入ると急にビビり出すタチ悪いやつです私はあーかけるちさんでしたか、やっぱりレジン、そうかそうかそうか、思い出した、前にもねあのその話した気がするなんか妹がレジンやってるんですよっていう話をねショールームでしたの、今ね久しぶりに思い出しました。もし流されたら枕元にマジ流されないでほしいけど枕、私霊感ないからな、枕元に立たれても全然気づかないと思う、ごめんなさい流される気をつくと赤羽にいる、あー赤羽にいる、24日に向けてですね、それはありよりのあり。次元馬ナイトルさんにペンダントトップ作ってて、あーそうなんですね、あー私あのピアスが欲しいかもとか言っちゃうピアス欲しい。なんか最近ね軟骨開けて今こっちに1個とこっちに3つ開いてるんですよね、軟骨とここ、あずさちゃんに開けてもらった軟骨だいぶね安定してきた、多分もうね何しても基本痛くないと、こことここ2箇所4箇所開いてるんですよね。そうだからなんかセットのピアス買ってあの統一感出してってするのを気をつけてるんですけどね、なんかあの本番用ライブ用にも和柄のセットのピアスを買ったんで時々ねそれをやってるんです。でも気分転換に、ね、違うやつもしたいな軟骨美味しいよね、あめっちゃわかります、あの香川県にの郷土料理っていうか多分特産品、わ待って首が落ちてた、今首落ちてたの見ました、見ました皆さん、本校見てます、でも首が落ちてた、首というか頭が落ちていってたそこだけ見ちゃったからすごい今ドキッとした軟骨はねあのねそうあの一角の骨付き鳥っていうのが香川県有名なんですけど、骨付き鳥のねあの軟骨めちゃくちゃ美味しい、私マジで骨になるまで食べますから身全部食べる、
あの家族であの骨付き鳥食べに行っても一番ねあの上手に食べれる自信があるぐらい綺麗に食べるんですよね。いいんですかかけるっちさん、ピアスが欲しいな。いや私あのねあのねそういうキャラじゃないんで、あの人に何かをねだるのがめちゃくちゃ苦手なんですよね。欲しいとしか言えない。なんかもうちょっとなんか上手に言ってよとかって言われるかもしれないんですけど、全然ねそういうのうまく言えないんですよね。欲しいからちょうだいしか言えない。マジこれ性格出てる。録画してこっち見てるのに、なんと私ちょっとリアタイしちゃってる。リアタイしちゃってる本当は。あだまち見てる。さっき言ったんですよね。まだ一角行けない。行ってきてくださいよ。なんかチェキを油につけるって言ってくださってたの。早くやってくださいよ。髪上手に言ってどこまで食べるの？肉だけ。あのなんか肉とあのまだまあ、普通に骨というか一角とかの骨付きだってこっちとこっちに普通になんか大きい手羽先みたいな感じで分かれるじゃないですか。あちょっと嘘ついたわ。あでもそうだよな。でこの骨と身みたいな大きいこんなに棒みたいなあるじゃないですか。この骨のとことこの身の境目にある このこういう軟骨の間に入ってるこの中にある骨がめちゃくちゃ美味しいんですよ。このぐらいのちっちゃい骨が入ってるんですけど、この骨と骨の間にちっちゃい軟骨が入ってるんですけど、それがめちゃくちゃ美味しくて、だから私は骨のそれも白い部分は全部食べます。軟骨含め白い部分は全部食べますっていうタイプ。軟骨まで行くタイプ。スレッドに行ってほしい説はある。欲しい。荻野に似合いそうなピアスが欲しい。えみのちゃんはねそれこそそういうのね上手かもしれない。おねだりみたいな。骨を何する感じ。その骨と骨の穴の骨をさせるのってか食べ物ダメなんで。そうなんです、食べ物の差し入れがねちょっとダメなんで。ハラケンさんこんばんは。こんばんは。いかがお過ごしですか。こんばんは。ハラケンさんお久しぶりです。お久しぶりでもないかな。そっか、私水曜日にも配信させてもらってたから木曜日もしたし、意外と2日ぶりとか。あでも昨日もショールームで見てくださってる方いるから、意外と水曜日から毎日やってるのかな皆さん。意外とみんな毎日会ってるかも。ピアスにしてあるから食べ物、あそういうことか。そういうそれもそれで怖いな。耳にだって耳に骨つけてるんですもんね。ウケる。みーちゃんかな。みけたんこんばんは。めっちゃテンション高いわけ。いやさっきねすごいね、あのね待ってしびれ切れた、待って足のしびれ切れた。ちょっと待って、あのねさっきまでねあの台風やばいねって言いながらねあの本校をね見てたらねちょっとテンション下がっちゃったんで、上げてこうみたいな感じになって、上げた結果今こんな感じ。ちょっと待って、でこんな感じとか言いながら今すごい足がしびれてる。わすごいなんかあ待って、痛いよ、しびれが切れたよ。ピアスね作れるから、えマジっすか、いいっすか、嬉しい、やったー。みのちゃんに怒られそうだけど嬉しい、ありがとうございます。眉間にしわ、いやマジでちょっとしびれ切れていますすごいね、なんかね左足がやばい。近くのダム画法を水するとかいよいよ避難しないと流せる可能性が出てきました。え私もさっきあのね10分前ぐらいかな、あの配信してる途中にあのあれが来ました、あのてん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 、なんだ避難警告みたいなのがさっきねちょうどね流れてきました。停電とそろそろ浸水する恐怖で一瞬回れたね、それもワンチャンあるけど本当に気をつけましょうね皆さん。ダキュービーさんこんばんは、ありがとうございます。おでこ広いんです。いや最近前髪作りたい欲やばくて、前髪欲しいんですよね。髪の毛も染めないといけないから、今度ね友達のねあの働いてる美容院に行こうかなって思ってるんですけど、ちょっとそこで染めたり切ったりしちゃおうかなって思ってるとかです。どうしようこれで、こいつ前髪できたから応援するのやめようとか思われたら。でもね私が前髪あるの皆さん見たことないですもんね。お披露目の時から前髪なかったから、
なぜにエミノの名前が、かけるちさんはなんかね、エミノちゃんのファンのイメージ。かけるちさんからもらったって言ったら、エミノちゃんはぁってなりそう。それこそね、昨日もね、エミノちゃんが大好きなね、笹さんとね、あのね、写真撮らせていただいてね、まあ、エミノちゃんが、エミノちゃんと会うの怖いなって感じ。緊急警報、あ、そう、さっきね、あのね、緊急警報が出ました。まだ3回しかチェキ取ってない。ああ、じゃあ、みーちゃんじゃなくて、みけたんさんなんですね。みけたんさん。で、りんさんのことを、が好きっていう。ほう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 。看板材、みけたんさん。そう、りんさんのファン。そう、私ね、昨日ね、ショールームの配信でね、りんさんから借りたね、ナスワンティーを着てたんです。うふ。いいでしょ。めちゃくちゃね、いい匂いがする T シャツ。洗って返しますって言ったね。そういうことね、レッスン着てて、配信するからって言って着替えたんで、汗だくの時に着ちゃったんで、洗ってから返しますって言ったんでね、今度洗って返します、リンさんに。だからね、うちにあるの、リンさんが着てた T シャツ。うふふ。その音楽はファミオに入った時の音楽ですが、違います、あの警報が鳴った時のタン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 ってなりません？私の携帯だけなのかな。なんかあのファミマはタン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 じゃないですか。警報はタン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 でした。前髪アルハクさんは強いからやばい。あ、そう、一回だけね、あのウィッグつけたんですよね、前髪ウィッグ。ふんふんふん、幼くなっちゃう。おでこがなくなった時にどこにもしないです。 TT さん大丈夫です、安心してください、どこにもしないで大丈夫です。エミノは別になんか作ってる、ああそうしたら間違いない、それは間違いない。リオさん、こんばんは、オケノです、どうもどうも。あー、ミケンさん、あー、はいはいはい、そういうことか、ミケンさんか、すごい納得した。みけんさんだ、こんばんざい。お久しぶりです。3回しかチェキ取ったことないってそういうことか、私と3回しかチェキ取ったことないってことか。全然多いですよ、3回も全然しかじゃないですよ、ありがとうございます。前髪ありの写メツイッターに上げてなかった、そう、でもあのウィッグなんでね、あの地毛じゃないんですよね。そうなんです、そうなんです、そう、 T シャツくんかくんか、めっちゃいい匂い、めっちゃいい匂いする。羨ましいだろ、俺だけ厳しくない、え、そうでもないですよ。そうでもない、そうでもない、気のせい気のせい、マジで。そうで、さっきね、そう、テンション上がった、違う、逆下がった流れでね、無駄に締めようとしちゃってたんですけどね、一回しか撮って、そんなことないです、一回撮ってくださっただけでも全然十分です、ありがとうございます、本当にありがとうございます。そう、あの締めようとしててたからね、もうね、あのコメントやっと追いついたんで締めさせていただこうかと思います。このあと荻野は一生懸命一人で、あの見ます、本コアを。怖くなったら大きいダフオと一緒に、大きいダフオを抱きしめてます。ダフオの写真あ上げたことある気がするな、最初の方に。ダフィーじゃなくてダフオって読むんですよね、私。なんか高校の友達がダフオ、ダフィーのことダフオって言ってて、シェリー・メイリーのことダフコって言ってたんですよ。なんかだから私もなんかそれに乗っかって、あのダフオとダフコって呼んでる。うちにはね、あのね、ダフオがいるんですよね。18歳の時の誕生日に、あのバイト先の先輩からもらったやつ。なんかその18歳の時の場合と、なんかちょうど私11月1日が誕生日なんですけど、11月1日の夜に、あの先輩カップルに祝ってもらう、バイト先の先輩カップルに祝ってもらうっていう体でご飯屋さんに行った、ご飯屋さんカラオケかに行ったんですよ。で、私の予定ではその先輩カップル2人と私3人でご飯を食べるっていうイメージだったんですよ。でもそしたら、あの行ったらその先輩たち以外のバイト先の先輩たちもみんないて、
なんか3人でご飯食べると思ってたらなんかもう10人ぐらいになってて、でその10人ぐらいに祝ってもらった時にもらったダフを をねずっとね持ってる。もうだったから4年目になるのかな、ダフをとも。そうそうそう。ていうかでもそのダフをもね先輩がいらなくなったからあげるよみたいな感じのやつで、そうそうそう。だからねその時のバイト先がカラオケだったんですけど、よく考えたらね社員さんがね11月1日のシフト全然人足りなくてやばいから誰か入ってくれないって言ってたんですよ。で私はあの先輩2人とご飯に行く約束をしてるから全然関係ないって思ってたんですけど、後々考えてみたら11月1日人いなかったのは私のために皆さんバイト休んでてくれたからなんだと思ってすごいね感動してめちゃくちゃ嬉しかったのを覚えてる。18歳の誕生日、上京して1年目、マジでこのバイト先最高だなって思ったんですよね。2年で辞めたけど、そうでもねせっかくねなんで大学生のうちにいろんなことやりたいと思ってね、そういろんなこといろんなバイトしてます。私もほらほら一度も会ってないもんな、ごめん。いや全然大丈夫ですよ、マジで本当にトロさん気にしないでください。仕方ないです、遠いとかもありますもんね。それこそ私もあの活動始めてからね実家に帰ったの1回ぐらいなんで、そのぐらいのね距離をね何回も来るっていうのは本当に大変なの分かってるんで、本当にもう無理なさらない程度に来ていただけたらと思います。ダフを僕だと思ってお過ごしください。じゃあそういうことにしときましょう。船見に行って、わわわわ、まで船では波にさらわれないので気をつけてくださいね。ヤバタンだよ、ヤバタン。12月までには行ければと思っております。いやぜひ一度でもいいので二度でも三度でも遊びに来ていただけると嬉しいです。そうマジであったかすぎた、本当にめちゃくちゃ好きなんですよね。なんかもともとなんかそのバイト先がなんて言ったらいいんだろう、カラオケだったんですけど、サプライズめちゃくちゃ大好きみたいなところで、なんかお客様のためにお客様が喜んでくれるサービスは何でもしようっていうカラオケだったので、なんかそれがねスタッフの中にもあって、だからもうスタッフ同士誕生日の誰かの誕生日のためにはサプライズするみたいな。それこそね何やったっけな、私もねサプライズやる側になったことあって、そうそういろいろやったんですよね。なのでなんか誕生日の時は基本的にねなんか誰かの誕生日の時はちゃんとサプライズで祝ってあげたいと思うタイプだから、友達の仲いい友達の20歳の誕生日の時とかは誕生日の近くに夢の国みんなでね、たまたま友達の誕生日過ぎてから夢の国のホテルに泊まる機会があったんで、そこでサプライズしようよっつって友達4人とその1人の子の友達のためにね、で夢の国のところでコンビニそのなんかなんだったっけ、アンバサダーホテルだったっけ、なんか4つぐらいあるじゃないですか。で一番なんかお手頃なところだとなんかその誕生日サプライズみたいなのでケーキとかの準備ができないとこだったんで、コンビニそのホテルにあるコンビニにケーキ予約してお酒買ってっていうのを計画して友達にこうしたいんだっていうのをやって、そうせっかくの20歳の誕生日だからって言って思い出に残るサプライズをして、で誕生日だった友達もねすごい泣いて喜んでくれたんでめちゃくちゃ良かったなって思ったんですけど、なんかそういうのもねバイト先からね勉強した、誰かのために喜んでもらえるような何かをしようみたいな、いやすごいいいバイト先だったな。時々私ねまだね遊びに行ってるカラオケ屋さん。本コマワオってなってるの分かる。いやそうなんですよね、ワオって。いやこれ絶対来るじゃん、これ絶対来るじゃん、あ来るね、見てます今絶対これで、ね、来る、これ左向いたらいる、分かんないけど。配信お疲れ様でした。
ライブのことかな、ライブのことかな、あ、そうそうだそうだ、私今締めに入ってたんだ、そうだそうだ、危ない危ない、全然関係ない話始めちゃった、もう俺のコメント上の空やん、そんなことないよ、ちゃんと読んでるよ、トムさんこんばんざーい。でも今回があるから何とかしたいのは、もう本当に無理しないでください、本当都合のいい時に遊びに来ていただけるとありがとうございます。シンプルになっちゃうかもしれないけど、良き、本当にいいんですか、ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しいございます、全然大丈夫です、全然大丈夫です、うわ嬉しい、ハラケンさん塩巻いて寝るか、間違いない、でも私霊感ないからな、塩巻かなくてもね、霊がいても気づかない、ほんま12月の面白さ、夏万歳、冬にねやりますからね、今年12月23日ぜひ来ていただけると嬉しいございます。本校は敵視、ヒヤドリと親鳥、ヒヤドリと親鳥頑張ってみるわ、やった、ありがとうございます、交互に焼き声ってリッチじゃないですか、私はねちなみにひな鳥派一角行きたくなってきた、さっきも手羽先食べたからな、しっかりお肉が食べたい気分とか言いながらね、野菜の方が食べたいな今、本格はこういう直接的な怖さの方が分かりやすくて、あーね、はいはいはい、なんかね急にドワーってくるみたいなね、なんかあのよく考えたら、え、そこがそうなってて、あ、そういうことか、じゃあ怖いわっていうのよりかは、思いっきりうわ思いっきりね、ビジュアルでね、あのちゃんと驚かしてくるからすごいいいっすよね、考えたくない、ちょっと今やばいとこっすよね、今やばいとこな気がする、すごい今一瞬見たけどやばい気がする、ナスの串揚げにハマってる、え、食べた、ナスの串揚げ、ナスってナスを普通に串に刺して揚げて食べるってことですか、めちゃくちゃ食べたい、すごい今すごい揚げ物食べたくなってきた、串屋物語行きたくなってきた串屋物語楽しくないですか、自分たちでこう好きなやつあげてみたいな、 1,2 回くらい行ったことあるんですけど、めちゃくちゃ好きなんですよね、あー、みつきんさんごめんなーい、串屋物語わかる、いや楽しいですよね、怖いの見てない、あ、多分もう終わりましたよ、もう終わったと思う、え、違うな、終わってない、あ、いるわな塩撒いてもだ、塩撒いてもダメっぽいですよ、塩撒いても見える人には見えるって、私見えないからな、怖いな、これ思うとやっぱり幽霊見える人大変だな、串揚げ食べ放題に行って、あー、やりましょうよ、やりましょう、いやすごい串揚げ食べたくなってきた、てか今何でも食べたくなってきた、青系か緑系の色を使うかな、おお、やった、ありがとうございます、そうなんですよね、私あのそういう寒色系の方が多分ね似合うと思うって個人的に思っちゃうなんかね、あのそれこそね、女子女の子たちメイクするときにね、あの見てるかもしれないんですけど、イエベとかブルベとかあるんですけど、私多分イエベなんですけど、青とかの方がね多分似合うんですよね、そうそうそう、私純粋にピンクとかの色苦手だし似合わないからそうそうそう、こんな店長いたら普通に引いてばさっき、いやもうそうですよね、いや絶対いるな、あだって若い男の人いたじゃないですか、さっきバイト先、バイト役、絶対私あの立場だったら絶対やめてますもん、すごい銀座線ちゃんと運転してるんだ、すごいな、やっぱ地下だからかな、今は鳥貴族ばかりやけども、あ、そうだ、いつも時々ね写真ね、あの載けてくれてるの、タグ付けしてくださってるの見ます、鳥貴族もいいですよね、私最近ねメンバーと行きましたよ、同期のこと、鳥貴族なんかあの新しいメニュー増えててびっくりしました、久しぶりに行ったら、であのなんか鳥貴族も前までは8人で食べ飲み放題予約したら3000円かなとかでできるって言ってたのが4人以上からになったんで、ちょっとそれもね行きたいなと思ってるんです、さすがにね、あの荻野のパワーじゃね、あの人見知りなんで8人は集めれないんですけど、さすちょっと頑張ればね4人は集めれるからあれあれ系
お祓い始まっていつら受けるラム屋さんそうね今日行ってたら乾杯席取ろうって思ってた。あーやりたかったけど、あのね、どの道ね、今日はあのワンマンライブということでサインがね書けない手だったので、また今度ね、あの対バンとかだったらね、いっぱい時間あるのでぜひ。好きな色、私も本当に青とか緑が好きです。うん、オレンジ、まあ、ピンクとかは似合わない、純粋に。でも本当になんかのこの色似合うよねって言われた色とかを好きになるタイプなんで、黒とかも白も好きです、純粋に。あとはでも私もわりかしなんか前いつもあのなんだ青とか緑、まあ、緑が多いかな、緑の服ばっかり着てるんで、友達にねあのね緑のイメージしかないってめちゃくちゃ言われます。うん、だからね青とか緑とかが好きです。すごい繁盛してるラーメン屋さん、何があったんだろう。でも音をね小さくしてるから全然ね分かんない、どういう状況でこんな急に繁盛したのかが分かんない。まだいるのかな、まだいるけど普通に賑わってるよっていう終わり方だ、ね、これだ絶対いるじゃん、絶対いるじゃんこれね。突然自宅の固定電話になるのよこのタイミングは怖いっすよねうわ何箱が鳴るのはやばい見てます、見てます、じゃあ録画してる方もいるからな。わー、あまだいるんだ、いるけど。でももう終わるってことは最後に来ますよね、思い切り1個でかいのが。怖いなー。そう今度ね私あのユニバーサルスタジオジャパンに行くんですよ。あのハロウィンといえばユニバーサルスタジオジャパンじゃないですか。あの私ディズニーよりユニバ派なんですよね。だからすごいあのこういう怖いのすごい楽しみ、ユニバで、ユニバで怖いのするのがすごい楽しみ。私あの毎年ユニバのハロウィンを体験しないと誕生日を迎えれないって思ってるんで毎年ユニバ行ってるんですけど、今年もねどうにかね都合を調整していけそうなのでめちゃくちゃ楽しみ。コスプレとかはねあのしないタイプなんであれなんですけど、ちょっと今年調子に乗ってカチューシャつけようかなと思ってます、友達と出てきますよ、我慢できないのでテレビつけました。いや見ましょう、一緒に一緒に見ましょう、みんなで見たら怖くない何故か作ってあげる人を見てから色とか決める。でもそれすごい、なんかあのそのちゃんとまた相手のことを思って考えて作ってるっていうのすごいなって思います。いやそういうのいいですよね。うん、私も さっきも話してたんですけど、誕生日サプライズとか相手がこういうことしたら喜んでくれるだろうなっていうのを考えながら、ね、何かをするのってすごい好きなので、うんうんうん、今の話古典的で好き、やべえよ、やべえですよね、まあ、出てきたわ。あでも塩持ってるんだ、でもやっぱ塩あっても無理っぽいですよ、やっぱり塩あっても無理なものは無理。これ2体いるってことなんですか、下半身だけと上半身だけがいるっていう設定なんですかこれ。夢落ち、もう夢落ちだ。いやこれ最後になんか来そう、来そう、ちょっといやこっち見とこう、ちょっと目の端で見とこうすごい怖い、というの気になる。あでもマジ夢落ちパターン、群馬の方で山崩れ亡くなってる方いらっしゃるみたい、ちょっと皆さん気をつけてくださいね、急にリアルな話するけど気をつけてくださいね。すごいなんかニュースで来た。
台風ちょっと今ね関東やばいので、すごいバイトの人の方に乗っちゃったって感じなんですかね、代わりにね、乗ってる、乗ってそうですよね。あ、乗ってるわ。あ、じゃあ下半身がいる？そうなるよね。大変だ。いやー、バイトの人もこれ大変だな。終わった。終わった終わった。今泉さん、はじめましてじゃないけどこんばんは。なすりつけ、あ、やっぱそういうことなんですかね。なんかね、店長さんかな、店長さんについたりバイトさんについたりみたいな。あーね、はい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 。うんうんうん。あー、もう上半身と下半身分かれてる理由。へえ。うんうん、なんか肩の上に乗ってた女の人すごいね。これ見てない人に分かんないやつ。うん、思った、上半身のめのめしてるなと思った。うん、そういうことか。考察冷めるからやめる。ウケる。あー、すごい。あー、どうしたらいいのか。うん、え、払うとするとダメみたいな。へー、いやでも五郎ちゃん買わないですよね。私あのお母さんがねスマップがすごく好きで、ちっちゃい頃からスマップを見てたんでめちゃくちゃ好きなんですよね。でも五郎ちゃん買わないな、吹けないな、すごいな。私初恋キムタクなんですよ。5歳の時から5年ぐらいずっと好きで、ちょいちょい言ってますよね、私ショールームで。5歳の時から5年間ぐらいずっと好きで、初恋がキムタクなんですよね。お母さんはね中井くん担当だったんですけどね。うんうんうん、ツンデレってことか。何がだ、すごい今ツンデレ、ツンデレ、お化けの話、お化けツンデレだった今。そう、全然ツンデレっぽいような。え、どうした急に。待って、そういう話してたっけ、ツンデレって話してたっけ今。すごい。え、本校は本、あ、待って、本校の話しなかったっけ、あれ、ツンデレの話したっけ、見逃して。どういうこと、どういうこと、どういうこと、ツンデレかな、塩って結界あるから除霊して撒けば大丈夫だけど逆だと飛んじゃう。あー、そういうことか、そっかそっか。うちにいるときにお塩をまいちゃうと閉じ込め、外に出られないようにしてることになっちゃうから、そっか、タイミングが大事ってことか。私のねおばあちゃんがね、わりかしあのそういうこと、見えるとはちょっと違うけど、なんかそういう、まあ、お寺というかなんかそういうのをやってて、ちょっと詳しいんですよね、うちのおばあちゃんが。そうだからそういうのもね、私は見えないけど意外とね詳しいんですよね、私も。んー、なんか、やばい、なんか久しぶりに本校を見てる気がする。みんなで見ましょう、みんなで見たら怖くない。とか言いながら私なんかこうダラダラグダグダ1時間以上やってる。やばい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 、ちゃんとしないと。ちゃんとしないとやばい。じゃあもうちょっと私の意識がちょっと本コアの方に行っちゃってるから。今日はこのぐらいにしようかな。皆さん台風本当に気をつけてくださいね。今日が12日だから、あさってには
ライブをさせていただくことになっておりますので、ワンマンライブできなかった分、その分のねパワーをバーッと詰め込んでやらせていただきたいと思ってますので、そちらもねぜひ来れるよって方ね、3連休の最終日ぜひ遊びに来ていただけると嬉しいございます。よろしくお願いいたします。それに加えましてですね、24日には今日のワンマンライブできなかったお詫びという形になるのかわかんないんですけれども、緊急で赤羽レニアルファさんにてライブをさせていただくことと、ミニワンマンライブさせていただくことになりました。こちらですね、今日のワンマンライブの振り替えの日ではないので、振り替えは別でやる予定となっておりますので、そちらもね、ぜひ都合を合わせていただけたら嬉しいなと思います。あと、今日発表になった夏万歳、12月23日に、冬だけれども夏万歳でやらせていただきます。そちらもね、アシガルジャパン出演させていただきますので、そちらもね予定開けて遊びに来ていただけると嬉しいです。お願いします。あとですね、今日ワンマンライブで披露予定だったロアさんとのコラボ楽曲も今日限定で YouTube 上がっておりますので、そちらもね皆さんいっぱい見ていただけたら嬉しいなって思います。ということで、川内さん今来てくださって残念なんですけれども、閉めちゃいます。まったり配信も良きよ、うふ。でも私基本いつもねまったりしてる方だと思うな。台風と本校を楽しみながらね、ちょっと一周待ってね、楽しくなっちゃう人もいるかもしれないけど、ちょっといろいろね事故とかね、土砂崩れとか本当に亡くなった方もいらっしゃるみたいなので、皆さん本当に気をつけてくださいね。夜の間にね何かあったら困るので、避難するって方はねしっかり避難していただいて、はい、また元気に次皆さんとライブでお会いできたら嬉しいなと思います。ライブだけじゃなくてね、荻の舞台にも出演させていただきますので、舞台の方のチケットもぜひ買っていただいて見に来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。初めての舞台なので、こちらも気合が入っておりません。坂間さん頑張れ。そう、やめちゃいます。配信意外とね1時間ぐらいやってる。坂間さん今来たばっかり、それは嘘。田中さん、さっきから配信と並行して YouTube 見てた。楽曲聴いてくださってました？私はね、配信と並行してね、本校を見てた。トラさん、ありがとうございます。いや、トラさんも気をつけてください。でもトラさんの方はもうあれなのかな？もうだいぶ死になってるのかな？皆さん気をつけていきましょうね。ということで、香川県の伝道師見習い、足軽ジャパンの荻野博でございました。ずっとお付き合いしてくださった皆さんありがとうございます。長々とすいません。珍しく長く言った。ということで、言ったわ。香川県の伝道師荻野博でございました。ということで、バイバイ。おやすみなさい。おやすみ。気をつけてくださいね、皆さん。